こんばんは。こんばんは。なまってる。今日はヨバスです。来たね。結構宗男くんと二人でヨバスはちょこちょこ来てるけど、全然釣れないので、今日はヨバスの達人を呼びました。呼んでいただきましたよ。真ん中へどうぞ。ちょっと視聴者さんのリスナーさんのヨバスの達人。どうも、徳島です。よろしくお願いします。ちなみにここでヨバスで最高何センチ釣りましたか？最高は 57.5。 57.5、はい、俺やったら60って言うな。絶対言うな。で、ちなみに昨日も釣ったんでしょ？昨日はそうですね、ヨバス。いやー、いいな。じゃあ達人に教えてもらいながらやっていきましょうか。いくぞ。徳さんでいこう。徳さん。徳さん。徳さん。本当なんかね、あのヨバスを釣るコツみたいなのがいっぱいあるらしくてね。初めて俺。ヨバス？夜釣ったことないんですよ。ちなみになんだっけ？仕事がセックス。おい。ちなみにどんなルアーがおすすめとか。どんなルアー？月が出てたら。月からですか？月の有無からもう宇宙になってきた。月が出てて明るかったら暗い色。ああ、黒系か輪郭が分かるような。へえ。その逆の明るい色、肉眼でも見える白色とかに反応するんですけど、月があんま出てない暗い時はなんすかね、そのもう色が関係なくなるんですよね。こんぐらいの明るさとかだと。今日は暗い方ですか？暗い方ですね。今日は暗い方か。だから多分キーになるのはルアーのサイズ感と音とか。じゃあまあ基本何なんだろう。音波動。音波動。ハードルアー系はクランクとかバイブレーションとかも。ああ、なるほど。波動でちょっと若干大きめのクランク。ザリバイブっていうね。あ、ザリバイブ。あ、一緒じゃん。で、まあハドルワーは音波動系で、ワームは明るかったら黒とか明るい色とかで、大きめのワームがいいんでしょ？大きめがいいっすね。季節柄も今多分あると思うんですけど。じゃあ俺 9.8 にでよかった。え、今なんかでっかいのつけてなかった？俺ね、6.8 に。 6.8 でいいんじゃないの？フィネスは 6.8 に落としたんだよね。うん、いいさ。全然。ほら。で、まあやってみよう。で、やって釣れたらなんか偉そうに言おう。まあね、まあ釣るけどね。言ったね。絶対これね、じゃあ初めて坊主動画作るよ。やめて。じゃあ行こう。よっしゃ。さあ、それじゃあ一箇所目やりましょうか。そうですね、頑張りましょうね。はい。今日生ワンパンダで。ワンパンダでしかも最近そんな言ってないじゃない。もう話してくださいよ。あの昨日横ぐらい。当たった。え、マジ？マジ？5分ただった。マジ？マジマジ。すぐ嘘つくけんね、この人。いや。マジ？釣れてる？マジ？船尾くん、あのライト。
胸君ごめん、ライトライト、バケモン来たか、バケモンでかい、でかい、マジマジマジでかい、でかくね、でかくない、お、いやでかいじゃん、ナイスバス、おえー、出た40アップ、あるね、40は間違いなくある、あのね、うん、コンじゃなくて、うん、ファンファンって感じ、ファンって感じ、測ろうか、何する、はぁ、あ、取り行こうかえ、なんで釣った、フリクシャイクリグは、ジグ、んジグヘッド、ジグヘッドワッキー、ホールさせて10秒経ってポンポンって弾かして、夜のバスなんてパンパンだぜ40絶対あるよ、余裕であるな、うん、これ何センチ、42か 1.5 とか、口閉じ見ます、口閉じ、口閉じの、はい、42、ナイスバス、おめでとうございます、あざまーす俺の顔にバスつけんなはい、ナイスバス、すげえな、やるな、おめでとう、あざます、ちょっと俺夢見すぎか、独り言な感じ、ただの独り言、これ持って帰ってね食ってみたいと思いまーす、セルフバーカ野郎、顔についたじゃん、ペン、ムネオカフェ即席ムネオカフェその笑顔よ、水筒と紙コップ、インスタントコーヒーに命かけてます、ね、僕はじゃあ僕も一杯いただこうかしら、僕もいただこうかな、では飲んでみたいと思いま す, すこれちゃんと入れてきたんだ、あ、コーヒー作ってきたんですか、そうそうあ、いいね、じゃあ僕も一杯いただきたいと思います、キムくん、はい、釣ったね、釣ったというか釣れた今回は本当釣れたって感じだったね、完全にゴミと思った、ずっと俺ん釣れてる違うって言ったね、あ、これ引っ張れるゴミだと思って引っ張ってたらブルン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 ってなった、引いた、引いた、あ、跳ねない、おで、そこに突っ込む、楽しいね夜バス、てか本当釣れるんだね、目つぶってやってる感じ、うん、感覚でまたまたやろうね、今日はありがとうございました、またお願いします、明日の夜行きましょう、明日の夜行きましょう夜専門夜専門でお願いしますよし、じゃあ帰ろう、はいよ、よ